オット・ギュンシェは、ドイツの武装親衛隊隊員。最終階級は、親衛隊少佐。アドルフ・ヒトラーの副官であり、ヒトラーが妻と共に自殺した際にその遺体を、焼却した。チューリンゲン州の都市、イエーナ生まれ。1931年、ヒトラー・ユーゲントへ入団し、1934年に、親衛隊員となり、 ライプシュタンダルテ SS アドルフ・ヒトラーへ入隊する。翌1935年には国家社会主義ドイツ労働者党へ入党。2メートル近くあった高身長を買われ、1936年よりアドルフ・ヒトラーに随行する相当警護隊に選抜され、新編警護に従事する。1941年、ギュンシェは バート・テルツの SS 士官学校へ入校し、士官教育を受けた後、前線勤務を経て、1943年1月から、ヒトラーの個人副官となる。その後、再度、半年間 SS 第一総行師団、ライプシュタンダルテ・ SS アドルフ・ヒトラーの中隊長として、前線で勤務、1944年2月に再び、ヒトラーの個人副官となる。 7月20日のヒトラー暗殺未遂事件で軽傷を負う。1945年1月、ヒトラーと共に、ベルリンへ移る。4月30日ベルリン攻防戦のさなか、相当地下号で、ヒトラーが自殺すると、その遺言に従い、相当官邸の庭で、ヒトラーとその妻、エヴァの遺体に、大量のガソリンを撒いて焼却した。しかし、ガソリンによる焼却では、 完全に遺体を燃やし尽くすことは到底不可能であるため、結局遺体はヒトラーの遺言通りにはならず、遺骨は戦後ソ連によって回収され、2000年4月にヒトラーのものとされる頭蓋遺骨の一部と歯が公開された。1日、ビルヘルムモーンケースショーラと共に赤軍によるベルリン法移毛を突破するため、相当地下号を脱出するが、 5月2日、シュルトハイスビール醸造所で赤軍に投降し捕虜となる。戦後数年間はヒトラー自殺に関してソ連軍の尋問を受けたが、尋問の際、私は彼らの遺体を骨一本も残さず完全に燃やし尽くした、と主張を曲げなかった。1950年に懲役25年の判決を受ける。1955年、東ドイツへ送還され、 バウセン収容所で服役。1956年5月2日に出所後は、西ドイツへ脱出し、ボン近郊で会社員として暮らす。その後は、次男カズメを設けたが、2003年、86歳の誕生日を迎えた8日後に休止する。意外は、遺言によって、灰にされ、海へ巻かれた。映画、ヒトラー最後の12日間においては、 ゲッツオットーが演じた。ありがとうございます。